人気米国株パランティア。今回は人気の米国株であるパランティアの最新の決算と財務諸表を解説します。パランティアは大規模なデータ分析ソフトウェアを提供するアメリカの企業です。パランティアは主に2つのプロダクトを提供しています。パランティアゴッサムとパランティアファウンドリーです。ゴッサムは国家安全保障、法執行機関、金融機関など政府機関向けに開発されたソリューションです。膨大な量のデータを統合、分析することで、テロ対策、犯罪捜査、金融犯罪の防止などに貢献します。ファウンドリーは、企業向けデータ分析プラットフォームです。様々な部門やシステムに分散されたデータを統合し、分析することで、意思決定の迅速化、業務効率の向上、収益向上などに貢献します。パランティアの競合企業と、それぞれの強み、及び弱みは、こちらの表の通りです。基本情報は、こちらの表の通りです。この動画を見れば、パランティアの株を買うにあたって、最低限知っておくべき、パランティアの業績や財務状況を把握することができます。動画投稿の励みとなりますので、チャンネル登録といいねをお願いいたします。株価のチャート。株価のチャートは、こちらの通りです。2021年1月末に株価45ドルを記録した後に、株価は下落し、2022年12月末には 5.92 ドルまで下落しました。2024年2月15日時点の株価は 25.19 ドルであり、2021年11月頃と同様の水準となっています。PSR の推移。PSR は、プライストゥーセールスレシオの略称で、時価総額を年間売上高で割ったものです。これは、新興成長企業の株価水準を測る指標として用いられます。この倍率が高いほど、株価は割高と判断されます。パランティアの PSR は2024年2月15日時点で 24.55 倍で、これは過去1年間の平均値 15.99 倍や過去3年間の平均値 18.90 倍、全期間の中央値 16.70 倍よりも高く、株価が売上に対して割高であることを示しています。この高い PSR は市場がパランティアの将来の成長潜在力を楽観的に見ていることを反映しています。PBR の推移。PBR とはプライスブックバリューレシオの略で、株価を1株あたりの純資産で割ったものです。これは、現在の株価が企業の資産価値に対して割高か、割安かを判断する指標として用いられます。この倍率が高いほど、株価は割高と判断されます。パランティアの PBR は2024年2月15日時点で 16.54 倍と、過去1年間の平均値 11.66 倍や、過去3年間の平均値 13.10 倍。全期間中央値 11.85 倍に比べて高い水準です。これは市場がパランティアの純資産価値を高く評価していることを示しています。最新の決算。パランティアは2024年2月5日に2023年第4四半期決算を発表しています。EPS はアナリスト予想8セントに対して結果8セントで予想に一致しました。売上高はアナリスト予想6億240万ドルに対して結果6億840万ドルで予想を上回りました。第4四半期の売上高は前年同期の5億860万ドルから約 17% 増加し6億840万ドルとなりました。同社の純利益は前年同期の3090万ドルから 202% 増加し9340万ドルとなりました。パランティア CEO のカープ氏は、米国における大規模な言語モデルに対する需要が絶え間なく続いていることから、同社の拡大と成長はかつてないほど大きくなったと述べています。また、パランティアは人工知能プラットフォームの展開を進めており、カープ氏によると、同社は2022年には100件未満だったこの技術の試験運用を2023年には600件近く実施したと説明しています。パランティアは、2024年第1四半期の売上高と2024年通期の売上高のガイダンスを発表しています。第1四半期の売上高のガイダンスは、アナリスト予想6億1700万ドルに対して、結果6億1200万ドルから6億1600万ドルで、ガイダンスの中値6億1400万ドルがアナリスト予想を下回りました。2024年通期の売上高のガイダンスは、アナリスト予想26億6000万ドルに対して、結果26億5000万ドルから26億7000万ドルで、ガイダンスの中値26億6000万ドルがアナリスト予想に一致しました。部門別の売上高、パランティアは、主に政府部門と民間部門の2つの部門を持っています。2023年第4四半期単体における、パランティアの
部門別の売上高を見ると、民間部門が 2.84 億ドル、政府部門が 3.24 億ドルとなっています。これは、民間部門の売上が政府部門の売上よりも若干低いことを示しており、パランティアの最も大きな収益源は政府部門であることがわかります。また、米国市場に限定した場合の2023年第4四半期単体の売上高については、民間部門が 1.31 億ドル、政府部門が 2.37 億ドルとなっています。これは、米国市場におけるパランティアのビジネスが、民間部門よりも政府部門により大きく依存していることを示しています。部門別の成長率、2024年第4四半期単体の部門別の前年同期比での成長率については、米国市場の民間部門が前年同期比で 70% の顕著な成長を遂げていることがわかります。一方で、米国市場の政府部門は 11% の成長率を示しています。全体の民間部門と政府部門を比較すると、民間部門は 32%、政府部門は 6% の成長率となっており、特に民間部門の成長が目立っています。これは、特に米国市場において民間部門の成長が顕著であり、全体的にも民間部門の成長率が政府部門を上回っていることを示しています。顧客の数、パランティアの顧客数とその成長率を見ると、2022年12月時点で367の法人や団体が顧客であり、顧客数は着実に増加しています。2023年3月には391へと 7% 増加し、6月には421へ 8% 増、9月には453へさらに 8% 増となりました。そして、2023年12月には497へと 10% の増加を達成しました。このデータは、パランティアが一貫して顧客基盤を拡大していることを示しており、特に2023年12月の期間には顧客増加率が一段と高まっています。営業利益とは？営業利益は、企業が本業で稼いだ利益です。営業利益は売上高から、販売した商品の原価である売上原価と、販売のためのコストである販管費を除くと求めることができます。営業利益の推移、パランティアの営業利益の動向を見ると、2022年第4四半期までは損失を記録していましたが、その後改善し始め、2023年第1四半期では黒字に転じました。また、第4四半期では 466.7% の大幅な増加を達成しました。この変化は、パランティアの財務状態が大きく改善し、利益を生み出す能力が顕著に高まっていることを示しています。なお、通常の営業利益から、一時的または変動的な要因を除外して計算される、調整済み営業利益については、会社側ガイダンスによると、1億9600万ドルから2億ドルが見込まれています。ガイダンスの中値は1億9800万ドルであり、前年同期比 58% 増となります。メンバーを募集しています。ノートでメンバーシップを行っています。メンバーシップでは、毎月1つ500円の動画付きの記事を4つ出しています。メンバーシップに加入し、メンバーになっていただければ、すべての動画付きの記事を見ることができます。初月無料ですので、月末までに退会すれば、ご負担0円で、お試しすることができます。営業利益率とは？営業利益率は、売上高に占める営業利益の割合を示したものです。この割合が高いほど、企業の本業の稼ぐ力が強いと判断できます。営業利益率、パランティアの営業利益率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて徐々に改善していき、最初は負の値でしたが、2023年に入るとプラスに転じました。2023年の第1四半期では 0.76%、第2四半期では 1.88% となり、第3四半期には 7.17%、第4四半期には 10.86% へと大幅に増加しました。これは、パランティアが効率的な運営を行い、利益を生み出す能力が強化されていることを示しています。利益は意見。キャッシュは現実。損益計算書、TL に記載される売上高などの利益は、本来であれば来期に立つ売上を、今期の売上として計上することや、架空の売上を立てることで、意図的に利益を過大に見せること、いわゆる粉飾が可能であり、明らかな粉飾でない限り、このような粉飾を見抜くことは難しいと言われています。他方、キャッシュフロー計算書 CF に記載される、営業キャッシュフローなどのキャッシュは、実際にどれだけの現金が出入りしたのかを表し、意図的な調整をする余地がありません。そのため、会計の世界では、利益は意見、キャッシュは現実、またはキャッシュフローは、嘘をつかないとされています。また、損益計算書では、黒字にもかかわらず、倒産してしまう黒字倒産の原因は、売上が発生しても、その入金、
現金収入が大幅に遅れ、企業が現金不足に陥ることで起こるとされています。そのため、企業の利益だけでなく、企業のキャッシュを確認することが重要です。営業キャッシュフロー。営業キャッシュフローは、企業の営業活動で得られた現金収入です。パランティアの年間の営業キャッシュフローは、2021年に約 3.3 億ドルだったものが、2022年には 32.9% 減少して、約 2.2 億ドルとなりました。しかし、2023年には大幅に改善し、217.9% 増加して、約 7.1 億ドルに達しました。これは、パランティアの現金生成能力が2023年に大きく向上したことを示しています。また、パランティアの第4四半期単体の営業キャッシュフローは2022年第4四半期に約 0.8 億ドルであったのに対し、2023年第4四半期には約3億ドルへと大幅に増加し、成長率は 281.0% に達しました。この数値は、パランティアの現金生成能力が2023年に大幅に改善し、その結果として現金収入が顕著に増加したことを示しています。営業キャッシュフローマージンとは、営業キャッシュフローマージンは売上高に占める営業キャッシュフローの割合を示したものです。この割合が高いほど、企業が売上から多くの現金収入を得ていることを意味し、現金を稼ぐ能力が高いと判断できます。なお、マーケットハック流世界一わかりやすい米国式投資の技法によると、営業キャッシュフローマージンは理想として 15% から 35% 程度あると素晴らしいとされています。営業キャッシュフローマージン、パランティアの年間営業キャッシュフローマージンは2021年に 21.66% だったものが2022年に 11.75% へと低下し、一方で2023年には大幅に上昇して 32.00% に達しました。この変化は2022年に営業キャッシュフローの効率が低下したことを示していますが、2023年には大きく改善したことを意味します。一方で2022年第4四半期の単体の営業キャッシュフローマージンは 15.52% で、2023年第4四半期にはさらに大幅に増加して 49.51% となりました。この大幅な増加は、特にその四半期における企業の営業活動の効率が大きく向上したことを示しており、売上高に占める現金収入の割合が非常に高かったことを示しています。アクルRとは、アクルRは企業が現金収入を伴った質の高い利益を上げているかを判断する指標です。アクルRは純利益から営業キャッシュフローを引いた値で計算されます。純利益は、すべての収入からすべての支出を除いた利益であり、いわゆる会計上の利益です。他方、営業キャッシュフローは企業の営業活動で得られた現金収入です。例えば A 社のように、アクルRがマイナスの場合、企業が多くの現金を営業活動から生み出し、現金収入が会計上の利益を上回っていることを意味します。これは A 社が現金収入を伴う質の高い利益を生み出していることを示します。逆に、B 社のようにアクルRがプラスの場合は、現金収入が会計上の利益を下回り、現金収入を伴わない質の低い利益を生み出している状況を示しています。アクルR、パランティアのアクルRについては、年間で見ると、2021年は約マイナス 8.5 億ドル、2023年は約マイナス5億ドルとなっており、これは会計上の利益よりも営業キャッシュフローが多いことを意味します。一方で、第4四半期単体では、2022年のマイナス 0.48 億ドルから2023年の約マイナス 2.1 億ドルへと変化しており、現金収入が会計上の利益を上回っていることを示しています。これは、パランティアが効率的な営業活動を通じて質の高い利益を生成していることを示唆しています。自己株式調整済み負債比率とは、自己株式調整済み負債比率は企業の抱える負債が純資産に対して何倍あるのかを示しています。この比率が低ければ純資産に対して負債が少なく債務が健全であるとみなされます。史上最強の投資家バフェットの財務諸表を読む力によると、自己株式調整済み負債比率が 0.80 を下回ることが望ましいとアメリカの著名な投資家であるウォーレン・バフェットは言います。自己株式調整済み負債比率、パランティアの自己株式調整済み負債比率は2022年第4四半期の 0.31 から2023年第4四半期には 0.27 へとわずかに低下しました。これは同社の財務が健全であることを示しており、ウォーレン・バフェットが望ましいとする 0.80 を大きく下回る数値です。固定長期適合率とは、固定長期適合率は、
企業の固定資産が純資産と固定負債といった安定した資金で賄えているかどうかを示す指標です。一般的にこの比率が 100% 以下であると企業の固定資産が安定した資金で賄えており会社の財務状況が安定していると判断できます。固定長期適合率。パランティアの固定長期適合率は2022年第4四半期の 14.59% から2023年第4四半期に 10.14% へと低下しています。パランティアの場合この比率が非常に低いことは固定資産に対して十分な純資産と固定負債を保持していることを示しており財務面で非常に健全な状態にあると解釈できます。総合評価。パランティアの成長性については2024年通期の売上高の会社側ガイダンスの中で26億6000万ドル前年比 19.6% 増を見込んでいることから5点中4点とします。効率性については直近4四半期のうち全ての四半期が前年同期の利益率を上回っていることから5点中 3.5 点とします。現金の生成能力については2023年の営業キャッシュフローマージンが過去3年間で最も高いマージンであることや過去5期間のうち全ての期間のアクルアールがマイナスとなっていることから5点中5点とします。債務の安定性については直近の自己株式調整済み負債比率が 0.27 であることや直近の固定長期適合率が 10.14% であることから5点中5点としています。割安性については直近の PSR と PBR が全ての期間の平均値と中央値を上回っていることや2024年通期の売上高の会社側ガイダンスの中値26億6000万ドル前年比 19.6% 増を見込んでいることから5点中3点とします。したがって2024年2月15日時点の総合評価としては25点中 20.5 点 S ランクとしました。パランティアの総合評価において成長性は4点と評価しており、これは企業が市場内での成長を示し将来的な成長潜在力が高いことを意味します。効率性に関しては 3.5 点となっており、これは企業の運営効率や資源の活用度が良好であることを示唆しています。現金の生成能力では最高点の5点をつけており、企業が安定して現金を生み出し財務上の柔軟性があることを反映しています。財務の安定性も5点であり、これは企業の財務が非常に健全であることを示しています。割安性に関しては3点で、これは株価が企業の実質的な価値に比べて適正またはやや高い評価であることを意味しています。全体的にパランティアは強固な財務基盤と高い成長潜在力を持つ企業として評価しています。なおこの評価はあくまでも簡易的に評価したものであり、実際の投資判断にあたってはより総合的な評価を行うことをお勧めします。また配当利回りなどの要素は考慮していないことにご留意ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお気に召しましたらチャンネル登録といいねをお願いいたします。利益はいけ